ですか。長い間本当にありがとうございました。我6歳の時より育てくだされし母、継母とはいえ世のこの種の母にあるごとき不祥事は一度たりとてなく、慈しみ育てくだされし母、ありがたい母、尊い母、俺は幸福であった。ついに最後までお母さんと呼ばざりし俺、幾度か思い切って呼ばんとしたが、なんと意志薄弱な俺だったろう。母上お許しください。さぞ寂しかったでしょう。今こそ大声で呼ばしていただきます。お母さん、お母さん、お母さん。1904年2月8日、日本軍は朝鮮半島に上陸。10日宣戦布告、日露戦争の始まりである。その同年9月、この作品は発表されました。この詩に対して当時の言論界の重鎮たちは、教育直後、戦線小直後を非難する大胆な行為である、乱心なり俗しなりと非難しました。それに対して作者は、当節のように死ねよ死ねよと申し候こと、また何事にも忠臣愛国などの文字や賢王妃教育直後などを引きて論ずることの流行りは、この方かえって危険と申すものと反論しています。また、女というものは皆戦争が嫌いなんです。そして私は誠の心を誠の声にいらし候とより以来に、歌の読み方心得ず候と言っております。君死にたもうことなかれ、与謝野晶子。旅順公包囲軍の中にある弟を嘆き、ああ弟よ、君を泣く、君死にたもうことなかれ、末に生まれし君なれば、親の情けは勝りしも、親は刃を握らせて人を殺せと教えし、人を殺して死ねよとて24までお育てしや、
堺の町の秋人の休暇を誇る主にて、親の名を継ぐ気になれば、君死にたのうことばかり。余順の城が滅ぶとも滅びずとても何事ぞ。君は知らずな秋人の家の掟になかりけり。君死にたもうことなかれ。スメラミことは戦いに王自らはいでまされ、片身に人の血を流し獣の道に死ねよとは、死ぬるを人の誉れとは、王に心の深ければ元より以下で王されぬ。君死にたもうことなかれ。